元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回ですね、ちょっと一部リニューアルいたします。まあ、そのお知らせとともにですね、話を続けていきたいと思います。私のチャンネルはですね、元気を発信するというチャンネルなんですね。まあ、その中にカテゴリーがいくつかあって、スポーツであったり、マインドであったり、食生活であったりね、アナウンス技術であったりしてるんです。そのアナウンス技術をですね、ちょっとリニューアルしたいと思います。名前から変えます。名前はですね、おしゃべり上達テクニックにします。で、もちろん技術的な話もするんですけれども、どちらかというとですね、人間関係を円滑にするためのもので、それを中心にお届けしようと思ってます。技術的なことを話している方、YouTube におきましてもたくさんいらっしゃるんで、まあそれはその方々に任せてもいいかなというふうにも思います。人間関係を円滑にするってことはですね、例えばね、言いたいことをしっかりと伝えると、自分の意見をまとめられる技術、ね、自分の意見をですね、まとめられる技術があれば、人間関係におきましてもね、優位に立つことができるんですよ。ですから、そういったものを中心にね、お話をしていきたいと思います。自分の意見を通す、例えばね、自分の意見が A としますでしょ。隣の人が B という意見だったら、これ議論しなきゃならないんですよ。議論しないとね、で議論して論破しないと自分の意見って通りませんから、そのための技術です。ね、おしゃべり上達になるというよりも、人間関係で引きを取らないようにしましょうと。例えばですね、YouTube におきましてですね、非常にうまいのはね、あのメンタリストの DAIGO さん、非常に上手ですよ。それからまたですね、あのプロ野球におきましてはね、落合さん、この方は非常にですね、理論的に話す上手です。あの大先輩であります萩本勲さんがね、落合さんの前ではですね、枯れてきた猫状態ですからね。ね、先輩なのは張本さんなんですが、落合さんの前では全く話しませんから、技術的には落合さんの方が実績においても上なんですよ。ですからね、あの口を挟むことないですからね。あの時はびっくりしましたよ。テレビで見ましたけどね、びっくりしました。それだけのものを落合さんというのは持ってます。技術論もそうです、実績もそうです、素晴らしいものを持ってるわけですよ。皆さんもそういう域に行っていただきたいんで、そういう観点からお話を進めていきたいと思います。ではまず何をすべきなのかということなんですね。そういった意味でのおしゃべり上達になるためには、これは挨拶です。挨拶ね、挨拶、たかが挨拶されど挨拶なんですよ。これはね、おしゃべりにおきましての土台となるものなんですね。お家におきましても土台がですね、しっかりしてないのに、上物を、立派なものを作ってもすぐに崩れちゃうのと同じなんですよ。ね、おしゃべりにおいての土台ってのはこれね、挨拶なんです。ですから挨拶をしっかりしていかなくてはなりません。どういうふうにしっかりするのか、大きな声で挨拶をするということと、もう一つ、自ら率先して挨拶をするというこの2点なんです。まずいいですか、大きな声で挨拶をするというのはですね、自信ありげに聞こえるんですよ、ね、自信ありげに聞こえるということはね、舐められないということですよね。ですから声を大きくするっていうのはそういうメリットがあるんです。声が小さい人っていうのは自信なさげに聞こえちゃうんで、舐められちゃうんです。どっちがいいですか、ね、絶対に声を大きく、舐められない方がいいじゃないですか。で、声を大きく発する練習をするんです。今そういう機会が少ないかもしれませんね。ですから運動部ってのはそういう機会が多いんでね、自然と声を大きくなってますよね。ですからそういう意味でもですね、どっかでこう練習をするという ね大きな声を出す練習をするということはとっても大事なことなんです、ね、で自分から率先してやるってことですよ。自分から率先してやる、率先垂範です。挨拶も率先垂範、もう上も下も関係ないですからね、はっきり言って、ね、気がついた人から挨拶をするんです、ね、あの特に示してみせるってことが大事なんです。多少脱線するかもしれませんけれども、ね、プロ野球の世界にはね、率先垂範をして、ね、実績を上げたという大いなる選手がいるんです、ね、王さんであり長嶋さんなんです。 ON です、ね、あの二人はですね、とにかく練習に次ぐ練習をしてました、ね、若い選手は遊びに行きたいんです。ところが上二人がですよ、ね、練習をしているのに遊びに行くなんていう雰囲気がなかったそうですよ、ね、とにかく辛かったそうなんですけれども、ね、今振り返ってみると、王さん長嶋さんがいたから今の我々があるんですと言ったのは柴田さんですよ。センターを守っていた柴田さん、ね、ですからあの二人が率先垂範をして練習をしたから V9 という前人未到の記録ができたんです。読売ジャイアンツはね、一方こんな例もあるんですよ。名前は言えません、ね、某選手なんですけれども、その某選手はですね、ね、練習はそこそこで遊びに行っちゃったんですよ。
そうするとそれをね、良しとする後輩たちが集まって一大勢力を作り上げた。そうするともう一人のですね、大選手はですよ、練習がしたいのに練習をする選手をなんか小馬鹿にするような発言をしたんですって。ですからそういう雰囲気になってしまうと良くないじゃないですか。上の人、上に立つ人っていうのはそういう面で人の見本とならなきゃいけないんですね。大相撲の世界でもありますよね、白鵬関ね、大横綱です、記録的には。ただ一つ難があるのは心の面ですよね。例えば審判にクレームをつけるとかね、待ったをして土俵の下に降りてですね、上がらないとか、あんなことはね、大横綱しちゃダメなんです。横綱っていうのはね、模範となるべき人なんです。ですからあんなことしちゃダメですよ。かつての大横綱はあんなことはしませんよ。丹波山を見てください。あの方は一回もですよ、待ったなんかしないんです。どんな不利な状態でもしっかりと受け止めて、そして勝つんです。そして69連勝という記録を作ったから大横綱なんです。素晴らしい横綱なんです。亀として崇められているわけですよ。そしてもう一人の大横綱、大鵬さん、この方も大変だったんですよ。昭和44年の春場所の2日目、当時45連勝でした。いよいよね、双葉山の記録に近づいていくんだという機運が高まっている中で、ね、前頭筆頭だったかな、戸田という力士と戦ったんです。ね、初顔です。相撲はもつれました。ね、突き落とした大鵬さんが、ね、土俵下に飛んだ。さて、行司軍配はと見ましたら大鵬に上がっている。ところが物言いがついて、結果的には行司差し違いで大鵬さんは敗れたんです。ところがですね、翌日の新聞を見ると大鵬さんの体は残っていて、戸田のですね、体が飛んでるわけですよ。大鵬さん勝ってたんです。ところがもうね、審判団はね、判断を下しちゃったんですね。負けたと、大鵬負けたと。それから実は大相撲の世界にビデオ判定が取り入れられたんですよ。その時の大鵬さんのコメントが素晴らしかった。あんな相撲を取った自分が悪いんですと言ったんですよ、ね、決して審判団のことには一言も触れませんよ、ね、クレームなんかつけませんよ、ね、悪いのは自分ですよ、あんな相撲を取った自分が悪いんです。素晴らしいじゃないですか、潔いじゃないですか。これが横綱なんですよ、品格なんですよ、ね、それに比べると、ね、白鵬関ちょっと僕はクエスチョンをつけざるを得ないわけですよ。まだまだ間に合いますよ。これからそういった品格という部分でもね、ちょっと直していただいて、今のね、立ち合い見てもね、なんとなくね、ゆっくり仕切ってね、なんか相手の気を伺うような感じですから、あれじゃいかんと思いますよ。ちょっと見苦しいね、十分に腰を割ってどうぞどっからでもかかってこいよ。それが横綱じゃないですか。そういう風になっていただきたい。今からでも遅くないですから。そうしないと引退後理事長になれませんよね。あんなクレームをつけるやつなんかって推薦してもらえませんからね。ですから今のうちに直していただきたいと思います。多少脱線しましたけれどもね、けれどもですよね、挨拶も同じなんです。自分から行くんです。自分から挨拶をするっていうのが大事なんですね。これが人間関係を円滑にするための手法なんですよ。いいですかね、おしゃべり上達をするための土台なんですよ。挨拶なんです。挨拶をしっかりできない人にね、ろくなもんはいませんよ。僕は仕事ができたとしても挨拶できない人は認めませんからね、はっきり言って、うん、それだけ大事なものなんです、挨拶というのは。いいですか。ですからしっかりとね、やっていただきたいと思います。そういう面もね、学校教育の中でね、やはりしっかりとね、教えるべきですよ。先生も、今の先生ってのはちょっとね、父兄に対してね、なんかビビってるね、うん、もっと先生しっかりしなさいよって感じですよ。昔の先生は怖かったですよ。ぶっ倒されましたもん。それでよかったんです ね, ね。ある先生がね、言ってました。女の先生ですよ。私は ねこれはね、学校説明会の時に言ってました。私は悪いと思ったら生徒を叩きますって言ったんです。それでいいんですよ。それでいいんですね。今のね、お父さんお母さん、若いお父さんお母さん、ちょっと勘違いしてる方が多いね。ね、モンスターペアレンツなんて言ってますけど、学校にね、子供を預けるんだったら先生に任せなさいってことなんですよね。それをなんかすぐクレーム、そんなことしちゃいけませんよね。ですから、で先生もね、ビビっちゃダメですよ。もっとドンとしてなさいってね、本当ですよ。自信を持って、そうしないとね、威厳というのは保たれませんからね。でその根幹でなるものはやはり挨拶なんですよ。その挨拶っていうのを先生がやはり教えていかなきゃいけない。いいですか。ですからこの挨拶っていうのはどんな世界においても大事ですからね。あのね、
芸能界におきましてもそうですね、あのモノマネのね松村邦洋さんがね本当にねいいこと言ってましたよ。挨拶にスランプなしとね、あの仕事のね出来不出来はしょうがないと、でも挨拶はしっかりするんです、おはようございますね、失礼します、しっかりと挨拶するんですと言ってましたね。いや素晴らしいと思いましたよ、本当おっしゃる通りなんです。ですから挨拶というのはとにかくね、その土台となるもんです。おしゃべり上達をするための土台となるもんなんです。人間関係を円滑にするための土台となるもんですから、ぜひしっかりと学んでですね挨拶をしていただきたいと思います。皆さん頑張りましょう。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん